次お聞きいただくのは、私に新作の依頼が来まして、作曲とかできないんですけれども、世界に影が差すとというタイトルの、詩をやります。福岡出身の渡辺玄英さんという現代詩の詩人の方がいらして、まあ、私と出会ったのは下関でしたけれども、その渡辺玄英さんの、詩の、世界に影が差すとの中に 1,2,3 とこうパートが分かれている、その3というパートですね、ここのところを、今からやってみたいと思います。光の屈折が世界だ。歩くことも飛ぶことも落ちることもできないから消去してください。消去してください。消去してください。遠くを飛ぶヘリコプターの音、車の音、非常ベルの音、ま、と、つ、ち、の、ぼ、だ、ば、の、ほ、よ、で、は、い、お、た、が、み、と、い、こ、く、て、や、つ、よ、む、お、み、ふ、い、い、た、今、どこかで、くるったように、アラームが、鳴っている、か、か、一体誰が誰の指を折ったのかがえとつぶやいているのはきみがだがどときあがやのるぼおきあ。どうやら時折僕や別の僕であったりする。虹を切り分けることに意味がないように。ルー風が吹くアスファルトの上に君や僕、ビルや空、それは君、ただのうねりのようなものだ。大したことじゃない。いや、ただの反射や屈折だから。そうすると誰が誰の指を折るのかなんて些細なことじゃないか。どうかかつての私のことは別の世紀で思い出しておくれ。ア・バオワクーで戦ったのは誰だったの。エアリスの敵を撃ったのは誰だったのか。何者でもない私は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 。マンホールの上に立って
あたりを見渡すふりをする出口はない。正解は崩れたのか、これから崩れるのか。ここには垂直な記憶がどこにもない。狂ったヘリコプターが落ちる空は空だけが空だけが崖のようなマンホールの闇は闇だけが闇だけが。そしてアスファルトの上にはおびただしい何かの破片が悲鳴も水平に切り裂かれて、血と白いチョークと足音だけが延々と続いてゆく。救いはない。だから本当は君に触れたい。静かな頬だけでなく、血のあふれる深い切れ込みや手首の奥の原始の果てまで。見えないけれど君はいますか。でも本当は触れられるものさえ触れられない。すぐに忘れるけど覚えておこう。これだけは。ビルの光、隙間の光、空の光、瞳の光、くらー